全医療現場でぜひ導入してもらいたいです。病院の業務効率化ができて、さらに正しく情報も共有できるベッドサイド情報端末ユカリアタッチをご紹介いたします。株式会社ユカリアの高谷さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はこの端末部分だけをお持ちしたんですけれども、本来は患者さんのベッドサイドに設置して使用する医療者向けの情報端末になります。医療現場の業務効率化や医療安全対策に役立つ機能が搭載されていまして、主に看護師さんの働きやすい環境をサポートいたします。最大の特徴は患者さんのベッドサイドのケアに必要な情報がこのようなピクトグラムですね、いわゆる絵文字で表示されているっていうことです。まあ分かりやすいよねこれね。従来の病院のベッドサイドっていうのは注意事項をいくつも手書きのメモで共有したりしていて、とても煩雑なものでした。それを全てこのユカリアタッチに集約するっていうことで、より効率的で安全に情報共有が可能になります。もう一つの機能といたしまして、体温や脈拍、血圧といったバイタルサインの測定器をこのユカリアタッチにかざすだけでその場で電子カルテに登録できるというものがあります。便利。測定した値を今までだとこうメモして電子カルテに入力をするっていう手間があったんですけれども、それが省ける上に情報の入力の間違いだったり入力漏れっていうミスが防止できます。すごい。今日はパルスオキシメーターという機械を使って血中酸素飽和度というものを測定します。肺で取り込んだ酸素が全身の血液にどれだけ運ばれているかというものを測定します。1分ぐらいで測定が可能です。これでいいのかな。でこちらの端末にかざします。本当だ。読み取りに成功しました。すると、はい、こちら値が登録されているっていう形になりまして、あ、出た。結構日々の数値がこうやってグラフで表示されるような、入力のミスだったり入力の忘れ、あとタイムラグもなくなるので看護師さんの業務効率化や医療安全の対策につながります。ちなみにですね、今日ご紹介した機能を使用すると200床規模の病院で年間およそ3500時間分の業務効率化に匹敵するそうです。これすごい効果ですね。高谷さん、実は私も看護師として病棟で働いていた経験があるんですけども、ユカリアタッチで看護業務を効率化することによって、より多くの時間を患者さんへのケアに使うことができるっていうのは本当に、重要なことだと思っています。ユカリアタッチを通してより質の高い医療や看護の実現にこれからも貢献していきたいなと思っています。素晴らしいよ。体も休められるしね、少しはね。本当に、そうなんです。ユカリアタッチは患者さん向けの機能もあります。時計、カレンダー、検査などのスケジュール表示、食事情報の閲覧もできます。そこまで。その他使い方や機能、また導入について詳しくはユカリアタッチのウェブサイトでチェックしてください。はい、ベッドサイド情報端末ユカリアタッチ以上となります。少子高齢化の影響でですね、やっぱり医療従事者ですねの負担っていうのは非常に増えているという状況ですので、こういったツールを利用して業務の効率化を行うこと非常に重要かなと思います。そうですね、さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、ユカリアタッチ承認です。承認いただきます。